命に行きますね。中心から45度ぐらいで払ってきます。それに合わせて角度位置を揃えて、この線の半分よりも少し下あたりからまっすぐ右上がりの位置、そしたら中心より左に縦長の口を描きますね。口の描き方だからこことここを残します。そしたら同じ長さぐらいね、で少し内側に入って抜いて、今から縦を描くね。もうイメージとしてこの同じぐらいの大きさにして、この縦を最後に払ってきてください。